イゼロから始める異世界生活サードシーズン第54話都市庁舎奪還作戦の皆さんの反応集。戦闘シーンのコンテ良いな。複数対複数をうまく分かりやすく見せてくれるわ。今週も見応えたっぷりでしたね。凝縮されまくりで少しも目が離せない。イゼロバカ面白くてくさん、リアー滞在司教キャラたちまくりだな。今回はカペラがどんなやつなのか楽しみだったんだけど、想像よりずっとひどいというか凶悪だった。そして展開が早くてテンポいいね。30分が短く感じる。テンポや展開いいね。ここまでどの話も凝縮されまくりで時間経つのめちゃ早く感じるわ。スバルなかなか死に戻りしないな。耳なら別に死んでもまあいいか。デードかレムとかが同じ状況なら自決してでも戻るだろう。前提として毎回死に戻りできる保証はない。スバル視点だから罪が確定するまで得られる情報を得る努力をする。2期で回数制限はないって話になってなかったか。縛りプレイの条件が過酷すぎる。オットーとかどこかでうっかり巻き込まれてひっそりやられていそうな危うさがあるのに。なんで過去に戻らんのや。死に戻りしてるって言おうとしたら戻るっていうゆるい設定あったろうに。何その設定、初耳。前に死に戻りの秘密をばらそうとしたら魔女の影みたいなのに襲われてなかったっけ。死に戻りしてるって言おうとしたら心臓をつかまれるけど言い切ったら、なぜか言われた相手が死ぬとかだった気がする。一回それでエミリアが死んでたし。あれはエミリアだけのレアケースみたいな話じゃなかったかしら。展開めちゃくちゃ早いけど、これ後半クールで6章もやるんじゃねえの。もう5章の3分の1は終わってるよね。初期ティザーで塔が映ってた。3期めっちゃおもろいな。クルスかわいい。2期がダラダラとしてたからこのスピード感はいいね。俺の好きな石田明はこんなに気色悪くねえぞ。スバルの中でこいつが殺されたならリセットするの線引きがよくわからんよな。エミリア・ベアトリスが死んだら迷わずリセットするんだろうけど、オットー・ガーフィール・ロズワールあたりは微妙。ちょっと人気出たのでミニには退場してもらいました。ミニさんも眠り姫入りかマーヒロインで人気出たからしゃーなしだな。ラインハルト参戦させないために父親がご都合設定だな。こりゃラインハルトのくせに人質さっさと取り返せないの。兄弟の方の傷を治したらミニも治ったりするのだろうか。ガーフィールが逃げるとキロリを敵の盾になる角度で配置して走って、見事に盾の役割果たしたみたいにしか見えなかった。ミニの持ち方が悪かったんじゃね。って見えるけど、あれミニの防御魔法ないと。二人ともかなりぶった切られてたって感じだぞ。あれで耳だけにしか攻撃いかんようにしたから。マーガーフが盾にしたとも言えるが、実際は耳が進んでそうやったってシーンでしかない。そもそもの問題は追いつかれてるってとこだからな。ラインハルト使えねえ。最強なら目にも止まらない速さで動いてフェルト助けろよ。それで滞在司教をラインハルトがカッコ撃破すれば楽勝なのに。父親相手じゃなきゃすぐ取り返せるのにね。うまいなぁと思うよ。父親だから手を出せないし、フェルトも放ってはいけないし。パックがラインハルトに殺されるルートでは、お前は英雄だよと皮肉まじりに吐き捨ててたけど、身内切り捨てるとかそういう下道になれないとこでは無駄にカゴとか邪魔して、あんな風に後手に回るしかないのかもしれない。完全悪属性な化け物相手には意気揚々と叩きのめしていけるやつなんだけどな。あれ父親だからとかじゃなくて、ハインケルをあそこで攻撃することが事実として知れ渡るとまずいからなんよね。1話でもちょろっと言われてたトーリアストレア家はハインケルが握っちゃってるから。ハインケルぶった切るってことは国に友好的な側の人間を切ったことになって、ラインハルトが反逆を企てた扱いになる。王様候補に害をなそうとしてるのに国に友好的って判定で良いのか。ハインケルが死んだら別の誰かに家督が移るようにされているだろうし、ハインケルの意思で家督を譲ることもできるから、ラインハルトは手を出せない。ラインハルトより強い滞在司教もいるから。勝負つかないってだけでラインハルトより強いキャラいないよ。作者お墨付きでラインハルト最強だから。最強いう割にラインハルトがまともに強敵倒すの見た覚えないから困る。仕方ないとはいえもうちょい頑張れ。あの剣は飾りだからな。ラインハルトの功績、裏通りでトンチンカン撃退、盗品村でエルザ撃退、聖獣パックを聖剣で撃破、ガーフィールを片手でいなす、シリウス撃破するも剣能で一般市民巻き添え、
フェルト人質に取られハインケルに乾杯。おっさんは裏切ったとかじゃなく、たまたまあの3人で一緒にいて、自分の安全のためだけにラインハルト引き止めてるであってる。もう当たり前のように腹渡狩りレベルのモブが出てくるのか。スバル陣営の最大戦力のガーフィールが現時点では完全に役立たずなんよな。フェリスタン可愛い。ほぼ顔しか映ってないけど、やはりエミリアタンは可愛い。さらわれて全裸に向かれて寝かされた部屋に男が入ってきても動じないエミリアなんか笑える。裸隠してるのもパックから女の子は人前で肌見せちゃダメって教えられてるからだからね。エミリアシリウス戦見た感じゴージャスより強そうに見える。先週の引きでは結城葵い可愛いキャラだったはずじゃないですか。やだ、どんどん無理ゲーになっていってるけど、もしに戻りないのかな。このまま事件解決までないよ。石田悪役キャラの中でもかなり最悪な性格だよね。やってて楽しそう。作者公認の作中屈指のクズキャラだからな。あそこまで吹っ切れてると声優も逆に楽しいだろうな。あのタルカスとブラフォードみたいな魔女教徒が強すぎたけど、ミミ&ガーフもっと見たかったね。エミリアタス退場でクルシさんがヒロインみたい。アナさんは戦力外なのか。色欲が魔女の恥骨を要求するとカエロスだった。あのエイリアンの卵みたいなのは一体何なのか。ドラゴンさん再生能力があるけどブレスも吐かずに撤退で残念さんだった。ビルジーがいる戦場であれだけ粘れるんだから、あれに深く取ったがアフフサイが弱いなんてこと全然ねえんだよな。スバルが風ジャンプするとき苦し抱っこする必要あるのって思ったけど、可愛いからよし。今回は苦し攻略するんかだよな。なんか男がエスコートする風習でもあんのかな。今までそんなんなかった気がするが。でもつよつよ美女が記憶喪失で柔らか美少女にジョブチェンしたところ、フラグ立てに行くのはこの作品内でも相当優秀な七なのでオッケーです。この作品で急に可愛さアピールするということは悲惨な結末が待っているんすよ。先週の耳がそうだったろ。エミリアのお姫様抱っこもスバルがやれ。耳は前回で株上がって人気出たと思ったらもう退場か。眠らされるテンポが早すぎる。次は来るしか。カペラ、ツヤ、シリウス、ツヤ。今回味方側の戦力はユリウス、ガーフ、ビルジー、敵の量産型、獣のおっちゃん、クルシュ、スバルぐらいに感じる。獣のおっちゃんとクルシュは戦力にならないんとちゃうかな。今のユリウスはそんなに強くない。その状態ならビルジーいいか。まあ10倍かよ。剣みたいに虹色の極光をまとったら数分だけ一気に強くなるが、倒しきれなかったら体力もマナもすっからかんだからな。見せ場を作ったらお役御免とばかりに眠らされる女キャラたち。ミミは防御魔法もいけるのか。ますますガーフと似合い。このままだと次はクルシュが眠ってまう。眠るか記憶喪失か大怪我ばっかりだな。バトルばっかでおもろいやん。でもガーフィールが滞在司教じゃなくその部下にボコられてるのが残念すぎる。あの部下どっちもめちゃくちゃ強いんすよ。個人的な感想。ここまで動画を見てくださってありがとうございます。第54話と視聴者奪還作戦の皆さんの反応でした。ミミがやられちゃってガーフがリベンジできるのかとか、色欲担当のカペラはなんでドラゴンなのかとか、レグルスのキモさが限界突破とか、怒涛の展開で行き着く間もなかったですね。そしてスバルの前に暴食担当のライが出てきたわけですが、こいつを倒せばレムちゃん戻るかもと思うと見てるこちらも熱くなっちゃいますね。今回一回も死に戻りしませんでしたが、このままいけるのかどうかも気になります。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。